ごく、すごくいいライブができたよ。みんなと一緒に歌えて嬉しくて幸せだった。みんなの優しい気持ちが伝わってきたんだ。それなら嬉しいな。優しい気持ちを伝えて伝えられて、どんどんつながって広がって、世界中が優しい世界になる。私これからもそんなライブをしていきたい。そんなのこっちからお願いしなきゃだよ。うん、お母さんと手をつないで楽しそうに歌ってくれてたよ。仲良くなるまで時間がかかったもんね。うん、そう？そうだね。あの男の子は、ううん、今日のライブを見に来てくれた人はみんなその証なのかも。うん、私今日のこと絶対忘れない。今日のライブがきっと夢のために踏み出した一歩だったんだもの。だからこれからもっともっと頑張りたいんだけど、それには必要なものがあるの。あなたはわかるかな？あなたのことが必要です。私にとって何よりも一番必要だよ。あなたがいてくれたらどんな夢でも叶いそう。私の方こそこれからもよろしくね。私のことずっと見ていて。